はい、どうも、安嶋清志郎でーす。なんか喋ったらしいね。いじめのあのどっかでいじめしてた教員のが悪いとは思ってなかったみたいな、なんか言ってたけどね。なんかガキみたいなこと言ってるよね。いやでもさ、そんなことするようなやつそんなもんだしなね。でもなんかかわいそうなのはさ、こういう話あんましたくないんだけどさ、すごいいい先生がその標的になっちゃうっていう、なんでなんだろうね。なんで悪いやつは悪いやつを対象にすりゃいいのにね、自滅し合ってほしいのにさ、なんでいい人ばっかそういうターゲットになっちまうんだろうな。うん、教師って大変だよな。適当だな。この先生は面白くなかったからな。まあ面白い大人っていないもんな。角が取れてどんどんさ、俺は引きこもってるから角は取れてないけど、いやでも本当に何もしないのって最高だな。うーまあスマ知識だ、スピリッツ関連でアドベンチャーか、フィリッツボード手持ち、非ダメージ 30%、 最初から蓄積ダメージがたまる個性、その分どこかが優遇される。ピンチ用のスキルと組み合わせればさらに有利になるかも。え、なんか優遇されてんの、非ダメージ30って。相手の属性にかつ属性のスピリットをつければ超有利。スカウファイターと同じ原作シリーズのアタッカーをセットするとごくわずかにパワーアップする。ごくわずか。探索上のお宝面倒。海入ってた。でもなんか悲しいよね、そういうことする大人がいるっていうかさ。まあ大人もなんかそんな感じだなっていう、つまんねえんだなっていうのは思うよね。なんか激辛を食わせるみたいな。
でもいい人ってやり返さないからね。それがいい、まあ、相手にとって都合のいい人になっちゃうよね。まあ、普通手は出さないけどさ、なんかでもとんでもねえクズもいるってことだよな。でもそういう人ってやっぱ結構いるんだろうな。やっぱ世の中優しい人ばかりじゃないんだな。まあ悪いやつは目立つけど、まあブルハス歌詞でもね、いいやつばかりじゃないけど悪いやつばかりでもないって言ってたからね。うん、まあでも悪いやつは目立つからな。教師が全員でもいい教師もいるんだろうね、たまに。俺は小学校の頃はいい先生だったかな、なんとなく。うん、塾の先生ってさ、面白い先生多いけど絶対に嫌な先生がいるんだよね。あれってあれおもろいよな。塾嫌だな。超怖い先生もいればさ、なんですごい面白い先生もいいんだろうね。あのバランスなんだろう。嫌だな。すごい怖い先生もいたもん。あんま仮入学だったから、仮で入ってたからそんな悪くは言われなかった。怖いもんやっぱ怖いな。怖い先生嫌だな。でも塾きついな、勉強全然できねえもん。まあ、勉強の話すんのやめるわ。思い出したら俺頭痛して雑談どころじゃなくなるから、ちょっと頭痛きてるわ。頭痛報告。ぼーっとしてんな。なんかぼーっとしちゃうな。同じことに言い換えた。喋ることほんとねえわ。喋ることってないけど、なんかカメラつけたくなるな。ゲームしてるからか、ぼーっとするのは。そっか、ゲームやめればいい。手持ち無沙汰になるけどなー、ゲームやりたいなー。やろ、頭かいけど、まあちょっと黙っとこうよ。中田敦彦な、中田敦彦、
3やばい回やばいやばい 何回これやるんだよ 人のチャンネル行くとさ、動画が流れるからさ、俺はそれでいつも声をで書き消そうとするって、そういうことばっかしてる。ねみー、ピザトースト作りてえわ。トマト、バジル、チーズでピザトーストを作りてえよ。あ、ソーセージもあったんだ。いいねー。あれ、うーん、かいいねー、脇かいいねー。あー、後で作ろう。今日来たら作るか。あ、スクワットしてないな、めんどくせえ。やるわ、ちょっと。さすがにさ、ここでやめたら多分今日やんないと思うのよ、やっぱり。スクワットだけは何が何度でもね、俺は続けますから。お腹痛いけどね、お腹痛い、できるものあるけど。え、腰痛い、え、めっちゃ腰痛いんだけど。20回やってんだよ。いつもより5回多め。疲れ、さすが疲れんな。やったったで、たった20回だけど、何が何でも続けたい。スクワットやり方わかんねえな、わかんねえよ。頑張ってるけど、でもだいぶ意識しないとできないな、ちゃんと。最初の5、6回なんかいつもうまくいかない。腰痛い、なんか布団がつってた。ふぅ、疲れた。久しぶりだな、筋トレ。でも昨日も13回くらいやった。できもんが擦れていていいなよ。ペチンペチンって腹が当たってさ、腹のボコンってなったここのね、鼠径部のちょっと上のここら辺にね、出来物ができて、出来物ができてさ、痛え、それが。でも今痛くなかった。眠い、ちょっと眠くなってきた。運動すると眠くなんで、俺運動したらね、あ、運動するといいね、眠れて。よくないのかな、知らねえよ。うぜえな。あ、間違っていることに気づかず、いじめ教論4人が謝罪。気づかず、すごいね。正しいと思ってたんだ、それが。まあ、正しいとも言ってないけど、間違っているわけじゃ、間違っていることに気づいてないけど、それが正しいとは思っているかって。いや、でもさ、なんかむちゃくちゃですけどね。ほんとガキみたいな言い訳だったよな。ガキなんだろうな、ほんとに。クソみてえな広告が流れた。めちゃクソの、めちゃクソ、めちゃコミのことクソって言っちゃった。クソすぎて、お尻かゆいからよりクソが際立つんだよ。お尻かゆいとな、あ、かゆい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 、洗ってねえから風呂入ったって。ケツなんかちゃんと洗おう。
汚いからな。いってー、きつ。あ、かゆいんだ。そんなに臭くありませんでしたって、ちょっと臭いみたいだから。なんだろうな、匂いの奥に、匂いの奥にほんのちょっと臭いみたいな、それぐらいの匂いです。あ、眠いや、寝るか。ケツカ、運動したらすぐ寝れるわ俺。あ、ケツカよくてたまんねえわ、助けてくれ。もうかゆかゆスイッチが入っちまった。もう誰も俺を止めらんねえぞ。分かったか、俺のかゆみトレーニングは。かゆみ暴走列車出発進行。喋るからほんとや、いじめ教論なんてどうでもいいしさ。うん、でもやっぱ世の中いい人ばっかりじゃないんだなってことを思い知らされるよね。どうしようもないクズだっているし、悪いやつもいるんだな世の中には。いい子ちゃんじゃダメだよやっぱり。なんかメグイン TV の動画なんか、あ、でも前もそうだったかっていうかわかんない。俺結構メグインさんは結構前まで見てたから、なんかさ、なんかでアンチがいっぱいついてもアンチぶっ潰すみたいな動画でさ、メグさんかっこいいみたいな感じで溢れてた気するから、なんかもう好きな人ってとことん好きだよねずっと。でもやっぱね、でもなんかコメント見たんだけど、それで残業代払えっていうのはおかしいみたいな、何でもズルできる職業、なんか時間なんて、業務時間なんてズルしようと思えばできるみたいな、長くできるのみたいな、よくわかんないこと言ってるけど、会社として残業代は大事だと思うんだよな別に。でもそれでさ、なんかそのコメントって明らかにさ、ファルメテがそういうことをする前提でなんかさ語ってる感じの人だから、メグさんファンなんだろうなと俺は思う。それはなんか突っかかるし、だってまあね、柴田さんがね、冒頭にね、いやコメント見なくていいです、あいつはクソなんでみたいなこと言ってたからみんなが怒ってるんだと思う。うん、面白い動画って難しいよな、なんか。でも面白い動画ってもう作れないでしょやっぱり。メグさんは別に、メグミさんが面白いからやってるわけじゃなくね、あれって。やっぱ初期メンバーが面白かったから人気が出たわけじゃん。初期メンバーのあのなんか意味わかんない感じが良かったのもあるし、だってなんかわかんない、幼稚園っぽいって、幼稚園なわけないか、どっかのなんか幼稚園みたいな公園を借りて、なんかなんだろうな、なんだっけあれ、ピザの箱を体に巻きつけてピザロボットだみたいなことやって、後ろから思いっきりなんかフリスビーでガーンってやれるみたいな、よくわかんない動画とか俺好きだったんだけどな、あれ。うん、昔の動画面白いですからね。やっぱその YouTuber の形がなかった頃に自由にやってたっていうのはすごいでかいんだよ。今はもう形が出来上がってあって、それじゃなきゃいけないみたいな感じになってるから、そうなってくるとメグインさんの面白さってね、やっぱり生かされないよね。
だからウームとかそういうのって結構悪って言えば悪だと思うんだよ。形を作っていった。編集ってやっぱね、俺メグさんと相性悪いと思うんだよな。なんか結構直近の動画でも、じゃあ直近最近のわけじゃないけどさ、編集、テレビの編集っぽくすればするほどつまんなくなるんだよ。だってテレビじゃないから。で、テレビの編集してる感が強くなって、俺は面白くないと思うんだよ、テレビみたいな編集するの。なんでなんだろうな。それだけテレビっていうのが洗練されてるんだろうね。ナレーションとかも。さ、ナレーションとかなんか説明してた時期とかあったじゃん。でもあれってさ、一流のナレーショニアじゃないけどさ、ナレーションの人がやるからこそ、OK ラインなんだろうね、なんか。そう考えるとやっぱテレビってすごいなってなるよね。そういう瞬間だけ。それは言い過ぎ。俺テレビ嫌いな人だからさ。な、テレビ嫌いな人があんまいないからテレビ嫌いって言いづらいんだよな。俺なんか知らんけどテレビめっちゃ嫌いなんですよ。絶対俺はネットのせいです。ネットが、ウジテレビ、ウジテレビみたいな、マスゴミ、マスゴミみたいなこと言いまくったせいで俺はテレビ嫌いになったんだと思います。あと基本的に俺医療番組も嫌いなんですよ。あれ絶対嘘ついてると思ってるから。そんな毎度毎度、ま、新発見が出されるわけないだろうと思って。俺絶対嘘ついてると思う。俺は。医療系バラエティ。俺全部嘘ついてると思ってるから。お母さんたちがよくこれ見てんな、みたいな。なんか電気つけてるだけで太るみたいなこと言ってたな。寝るときに。そんなわけある？まあ、体が起きちゃってなんか、わかんない。理由がわかんないけどさ、おばあちゃんに言われてさ、頭おかしいんかこいつって思っちゃって。なんでそれを鵜呑みにするんだろうって。そんなわけ俺ないと思うんだけどな。俺そんな大事件だったら俺、絶対嘘だよ。ジジイばか見てるからそんなクレーム入るわけねえんだよ。そんな番組なんて。いや、俺嘘だと思うな。それ。ありえないでしょ、だって。だってそんなんだったらツイッターで出回ってるっつうの。俺は信じれない。それだけはさすがに。なんで電気つけてるだけ布団だよ。腹立つの。寝てるときに。超ムカついてきた。ぼーっとしてる時間が長いな。いやー、スマブラ、まあ、一応置いとくか。消しちゃうとなんか気持ちがそわそわしちゃうから。別にいいや。消さなくてもいいや。やることないな。iPhone 欲しいな。でっかいやつ。でっかいやつは iPad か。
なんかすごいぼーっとしてんな。俺ぼーっとしてるわ。いや、ぼーっとしてるわって言うとなんかチコちゃん思い出すから嫌なんだよ。うえー、耳かきってあんま良くないらしいね。俺気持ちいいからやってます。気持ちいいな。指の黄金比率、指の動かし方黄金比率。こうこう、あ、こうじゃないの、こうか、こうか、ほうれい線、こう、手の位置でこうで、こうか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 、あーん、あー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 、むずい、腕パンパンなるわ。腕パンパン、むい、頭かゆ、寝たいのに寝たくないんだよ。もう寝たくない、寝たくない。でもさ、喋ってたいじゃん。もったいないんだよ、時間が。あ、でも寝てよ。でも喋りたい。ってことでね、俺のね、雑談欲、独言欲が満たされる。なんでみんな独言欲って俺が言っても無視するんだろう。独り言。いや、独言欲の方が強いって証明してあげたいんだよ。まあ、でも結構俺、睡眠欲と同じくらい独言欲が競ってんのよ。でも睡眠欲って絶対勝つからね。絶対寝なきゃいけないから。ずるいよね。でも今の状態は独言欲が勝ってんのよ。でも最終的にずっと勝っちゃうのよ。時間長いから。寝てる時間が長いから。睡眠ずるいわ。なんか誰かが言ってたよね。死んだら死ぬほど寝るんだから、まあいい、それ死んだらめちゃくちゃ寝るんだから起きててよくないみたいなこと言う人いたけど、いや寝ないとパワー出ないのよ。俺はもう徹夜型に、そういう人はさ、もうなんかいっぱい起きてれるようなやんじゃん。俺昨日14時間寝たからね。うん、猫天に一歩及ばずですよ。猫天なんか16時間くらい平気で寝るから。うん、猫天はね。俺は昨日14時間寝た。二度寝で14時間寝たわ。1時くらい。夜中、まあ25時に、あ、これ多分他の動画でも喋ったな。25時に寝て、起きて、で、11時にまた寝て、起きてもほんのちょっと起きただけ。だほぼ14時間。まあ、言い過ぎかな。本当は14時間寝てるんだけど、まあ、小さく見積もっても13時間寝てる。明らかに。まあ、13時間30分くらい寝たね。持ったとかじゃなくて。でもマジで14時間寝たと思う。うん。でも14時間寝てないんじゃないかな。全然、これ寝てなかったら終わらない。意外に12時間くらいだった。でも10時間以上は超えてると思うんだよな。わかんないんで俺、寝る直近の記憶がないの。何時寝たかって覚えてないの。睡眠が深すぎて。寝るとなんかね、俺記憶力ほんと悪くなったんだよ。脳みそ使ってないから。だからなんだろうな。
あ、スマブラして喋っちゃった。手持ち無沙汰なんだよ。マジでマリオオデッセイ専用ゲーム機欲しいな。待てねえな、12月まで。12月はね、クリスマスマネーがあるので、それで買おうかなって思ってます。安くね、クリスマスマネーでだけでは買えないけど。あ、でも年が年だからな、もう嫌だな、マジで。楽して生きてきてよ。仕事したくないよな。だって仕事できないもん俺。わかるよ、もう迷惑かけたくないから。うん、もし仕事をね無理やりやっても迷惑ばっか人にかける。うん、仕事したくないよ。うん、俺うつ治ってないんだよ多分、うつっぽいのがさ。でもうつない、うつなんだけどめちゃくちゃ元気なんだよ。そうって言うんだろうな多分それを。うん、でも元気あるけどうつだけどね。なんか明らかに歯磨きと風呂が入れないの。今日は頑張って入ったけど、ああ、頭は絶対洗えないなっていうのはあるんですよ。なんかもう洗えないんですよ。風呂は頑張れ入れるけど、最近風呂いっぱい入ろうと、風呂入ってることでね自分がいい人間になっていこうみたいな、偉い人間だと。そうで、俺風呂入ってんのめちゃくちゃ偉いし、その前の日めっちゃ頭洗ったの偉すぎるな。あとは歯磨きなんですけど、歯医者行きたくないよ。嫌だよ歯医者。寝ちゃおっかな。今日全然喋れないわ眠くて。あと喋る、結構喋ったからさ昨日くらいか。あ、 YouTube 見逃さんかしてあげる。あ、もう腹立つ。動画投稿できねえんだよクソが。めっちゃキレてる。俺はキレる男だぜ。そんなこと言わないでくれよ。いくつかバグの修正を行いましたよっ。これで治っててくれよ、動画投稿できないバグ。うるさいな。金木犀の香りよ。なんだかんだ言って取りづらいな。こうか。おいすごっ。こんなんで俺切れるよ。やべえやつや。ガタガタやの。おいふざけてんじゃねえぞ。
すぐ切れるな。やば。痛い痛い。痛い痛い。頭の後ろのデキモンが痛いのよ。ああ、眠い。眠い、寝たい、寝たい。寝たいねー。寝たくないねー。鬼人じゃん、そんなもん。やばいんだよ。画質悪いけどいいよ。俺顔がさ、あんま綺麗じゃないから。最近もう、産毛っつうのもさ、ボーボーだしさ。あんまヒゲ濃くないんだよなーって言った瞬間にヒゲが濃くなる人。ね。そういうタイプだったらどうしよう。まあ、どういうタイプなんでしょうかね。お尻かゆいねー。お尻がすんごくかゆいねー。お尻がかゆすぎるんですよねー。というか、なんでハイドラ出てないのこのゲーム。ふざけんなよ。じゃあ、エアライドカービィが追加されるってことでいいのね。エアライドカービィ出たら、ね、なんかキャンペーンとかでやってくれないかな。前だってなんか、やってくれたんだし。エアライドよこせ。よこせよデパート。デモンエクスマキナが特例なのかな。え、これだけでしょ。あんま変わってんの。ケツかゆ。ケツかゆ。おケツがかゆいよ。マジケツかゆいんですけど。使いはバカかいケツが。イベントスマッシュ。まずは30周年。メトロイドオモロイド。はは、は、怒るねや。そんな夢を見る島は、はい、手に入るんだ。面白いキャンペーンとかいっぱいやってんな。新規スピリッツとか全然出してくれてたんだ。ケツがかゆいよ。ケツがかゆいよ。かいちゃうんだよ。ケツがかゆいよ。ケツかゆい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 、ケツがかゆいかゆいかゆい、ケツがかゆいよ、ケツがかゆいかゆい。あー超かゆい。汚いな本当に。ケツがかゆいずっと言ってるやつやばいよ本当に。ケツがただひたすらにかゆい。また風呂入んなきゃダメだな、これは。ケツがかゆいから。ションベン来てよ。喋ることないね、なんか。バイバイ。いや、もっと喋りたかったけど眠いし、喋ることがない、本当にない。で、これ以上みんなに見せてもね、別にないからね。無駄に動画長くなっちゃうから。体かゆい、風呂入ったね。じゃあね、バイバイ。あざした。